はい、サラシナです。今回は第7回シャッフルチームを行う前に、え1試合、ちょっとエキシビションマッチを行ってみようと思います。あの最強の参能工業に挑むのは、サラシナ選抜の、えー、サラシナーズのメンバー。そしてこの試合の審判は、あそう、チャット GTP です。実はこの AI に僕なりのスラムダンクの選手たちのデータを入力してありますので、えー、この試合を AI に考察してもらおうと思います。 そのサラシナーズのメンバーですがスタメンに仙道南に、えー、長野高野そしてセンターに角田ベンチャーとして彦市、えー、これで王者三能に挑もうと思いますスターティングメンバー三能工業は深瀬松本沢北野部川田にサラシナーズは仙道南長野高野角田が先発します試合開始三能工業がジャンプボールを制し沢北が速攻を仕掛ける 対するサラシナーズは、先導が、ディフェンスでクパンを試みるが、沢北のドライブインで2点を先制。おおいきなり沢北 VS 先ン次のプレイでは、サラシナーズの南が再渡り連続して、スリーポイントシュートを決める。いいね、南。さらに、中野がスティールし、速攻からのダンクで得点。おーおー。三道工業、2対7、サラシナーズ。 前半10分、山王工業は、沢北と川谷の連携で、徐々に点を返し、サラスナースのリードを詰める。やっぱ、沢北と川田できましたね。のべがリバウンドを支配し、深津のアシストから、松本がスリーポイントシュートを決める。仙道がドライブで得点をあけるも、三能工工業業のディフェンスが徐々に厳しくなる対サラスナース、さらっと逆転された。前半15分、サラスナースは、角田も、果敢に、ゴール下で点を狙うが、いや、角田で攻めんな。川谷にブロックされる。まあ、そうなるよね。 川田兄は、インサイドは無理だ。完全にインサイドを支配し、沢北の連続得点で、さらにリードを広げる。角田で攻めなくていいよ。三能工業のディフェンスは続くが、南がスリーポイントシュートで反撃。南冴えてますね。しかし、松本の下川からのアシストで、深津が得点。三能工業、28対15、さらしナース。前半20分、一ノ倉が、ディフェンス職人として、川田をタートと交代。彼のタイトなマークで、さらしナースの攻撃が止まる。まずいな。三郎工業は、 沢北と深津が得点を重ね。前半終了。山野工業、42対2中、サラシナース。後半開始。サラシナースは、長野と高野のダブルチームで、沢北にプレッシャーをかける。長野と高野のダブルチーム。沢北がそれをかわして、追加点を取り、止まらない。やられんのか。いや、沢北強いな一方、サラシナースは、南と仙道が連携し、リバウンドからの速攻で、得点を重ねる。南と仙道のコンビは激アツなんですよね。山野工業のリードは続くが、サラシナースも、粘り強く戦う。 三郎工業、58対34、サラシナーズ。後半5分、三郎工業は、ノべがリバウンドを支配し、松本がスリーポイントシュートで得点を重ねる。松本が結構外から打ってくるな一方、サラシナーズは、飛コがデータ分析を活かしたアシストで、先導に得点を繋げる。おお、いつの間にか飛コイが出てる。しかし、川谷のインサイドの強さは揺るがず。 三能工業がさらにリードを広げるわぁ、インサイド、カータにやられまくってるなぁ。点差が広がってきたなぁ。この辺で踏ん張りたい。後半10分、サラシナーズは、南と仙道のコンビネーションで、得点を重ねるものの、沢北と川谷の圧倒的な力で、山汰工業は、リードをキープ。サラシナーズは、高野と長野が、ディフェンスで奮闘するも、沢北は彼らを殺し、さらに追加点を挙げる。完全にかます犬になった。山汰工業九十二92対5サラ汰ナーズ 後半15分。J 終盤。三能工業は、沢北と川谷が交代し、あー温存してきた。うわー、舐められてる。AI に舐めプされてる。深津がアシストで、チームメイトに得点をつなげ、三能工業のリードは拡大する。サラシナーズも、最後まで粘り強く戦うが、最終的に、三能工業が圧倒的な差で、チャオリンを収める。三能工業、116対64、サラシナーズ。個人得点数。三能工業、深津18点。 松本十五点。沢北三十四点。沢北三十四点。川谷二十二点。一ノ倉四点。川田弟十三点。やっぱ沢北強いな。全道二十三点。南二十一点。長野七点。高野六点。角田四点。彦一三点。M. V. P. は。圧倒的な活躍を見せた。三浪工業の沢北です。沢北一人に三十四点も取られたのか。練習試合なのに。M. V. P. も沢北か。彦一が三点取ってますね。え、これはスリ言ったのかな。 はい。という結果でしたが、沢北は結構やばいですね。シャッフルチームで監督さんやられる方は、ちょっと参考になったかもしれないですね。あと、何気に松本が結構スリーポイント狙ってましたね。決してスリーポイントの能力高くしてないはずなんですけどね。あと、三能は全体的にスタミナすごい高くしてるので、後半さらに引き離されたのは、それもあったのかもしれないですね。あとは高野と長野がまたちょうどいい感じでかませになってましたね。まあ、惨敗したとはいえ、えー、個人的には、正直面白い試合でした。 はい。では次回、ライブ配信の選考会の後、こんな感じで第7回シャップルチームの試合を行っていきたいと思います。今回は山王工業 VS サラシナーズのエキシビションマッチをお送りしていきました。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。あの、すみません。バスケットはお好きですか